こんばんは。21時以降配信もできちゃうようになりました。かたちゃんです。こんばんは。こんばんは。ね、かわいいでしょ。10時までしちゃいたいと思います。くたろ、おいで。ここだろ。こんばんは。2回目誕生日。そう、母誕生日が終わりまして。そう、なんか普通に10時までできると思ってなかったんだけど、なんか今日朝3配信昼か昼配信した時みんなが教えてくれたので思い出してちょっと配信してみます。誕生日ありがとうございました。くたろ、おいで。こっちくたろね。こっち分からこの部屋入りだしたくさんね。かわいい。こんばんは。16歳になりました。ちゃんとこんばんは。こたろ、どうしたの？こたっちゃん？なんかないですか？皆さんから皆さんがなんかないですかね？なんか一言お願いいたします。
質問コーナー、質問コーナー。何今日のチャーハン。なんかさ、お母さんとさ、すいません話してさ、あのお母さんと話しててさ、なんかあの持ってきたさ、チャ、あの冷凍ご飯、そう持ってきたやつがめっちゃ冷凍ご飯で、そう忘れてた、めっちゃめっちゃ普通に冷凍ご飯だったから、だからあんな硬かったの。いやちょっと私持ったんよ、え待って、これ冷凍ご飯じゃなかったっけと思って、そうそうそう、冷凍ご飯ってことめっちゃ忘れてて、かなめっちゃなんかコタロかわいい、ほらこっち来て、だから多分あれなければね絶対いけてた。そう、でもなんか普通に今溶けて解凍されたから、フライパンやってたら。よかった。いちごケーキが好きですか？いちごケーキ、うん、ショートケーキかな。一番好きなのは。ショートケーキ。コタロくん。ねえ、赤誕生会終わっちゃうんだって、赤誕生会でも。家でケーキ食べてない、これから食べる。ねえ、白誕生日終わっちゃうんだって、マジびっくりだよね。普通にさ、終わると思ってなかった、全然。なんか、でも最後、お幸せですとか言い出したから、終わっちゃうのみたいな。終わるのだって、そう。終わっちゃうのね。え、そうそう、それなんだからさ、私さめっちゃさ、あのよし来年はもう7期引き連れて私が頑張るぞと思ってたらさ、まさかでもまあもしかしたらさ、いや私はまだ何も知らないけど、博多誕生会終わっちゃうだけで、もう一回博多誕生会みたいなのはもしかしたらあるかもしれないから、ありそうな気がするけどな、あると思うから、うん、なんかお楽しみにって感じで。終わっちゃうの、まさかね、5月が最終とは。まあ多分次のやつも絶対博多上海っぽいことはすると思うよね、なんとも言えないけど。だってさ、あれメンバーも知らなかったのよ、博多上海も今月で終わりますとか。あの時ね、普通にそうリニューアルっていう形なんかな、多分博多誕生会なくなるってよりかはね、11月までね、なんだっけ、がたくさんで、まあちょっと詳細はまだなんかまだ決まってないらしくて、お楽しみって感じらしいんですけど、yeah
こんばんは。そう、ご誕生会終わりにもいただきました。ありがとうございます。ちゃんとペンライトの色も変わってる。紫、薄紫と白で。これかわいい、ハーバリウムって感じです。ハーバリウム、ハーバリウムってなんだろうね。でもなんかめっちゃ可愛い、急に可愛いって思った。去年は普通のお花だった気がする。やっとございます。可愛いね。こんばんは。ちょっとたま。ね、次生誕、もうね、ユニットが決まって、昨日も言ったかな、ユニットも決まってメンバーも決まって、もうほんとあと発表されるだけなんで、めっちゃ楽しみです。ね、楽しみ、生誕祭。ぜひいらしてください、皆様で。641日2回目。ね、ユニットね、何してるのか、予想してみてください。こんばんは。うわやね、誕生日もあっちゃん。明日は絶対にインスタを投稿しようと思ってるんで、誕生日の一日みたいな。今日撮って。
髪の毛がねバサバサなの。でもねもうすぐねやらないといけないからさ、めっちゃバサバサ。そう写真ね撮るから後で。リーナが今富士ついてフェコンじゃん。食べたいって、なぬ私さ iPad どこやったっけ。ツイッター見たい。リーナのツイッター見たい。私のスマホ、あ、無理だった。タブレット今日ゆいなに会ったんだよね。明日は目撃者ですね。まゆいなちゃん、ごめんな、気配水で出した。こんにちは。あー、タワー来た。お、2回目。ムギリンさんありがとうございます。あ、ちちちちちおじさんもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にで、やばいな16歳。うん、ふわたちゃんがさっき、そうなのよ、牛タンね。なんかどうちゃんがめっちゃ初期になんかどうちゃんとそう牛タンに行こうって話なんだけど、どうちゃんがなんかめっちゃ初期の方になんかめっちゃ美味しい牛タン屋さんあるんだよねみたいなっていう話をしてくれて、そう安くて美味しくてみたいな、で そうなんだって言ってずっと行こう行こうって話してたんだけど、そうなんか話してたんだけどなんか行く機会がなかなかなくてそうなかなかなくてちょっとずっと約束してるんだけど、ちょっとなかなか行けてないから行こうねって行こうねって話しました。
花のシックスティーンです。まあセブンティーンだからね、一番花なのは。行けたらメールとかに送っちゃいますから。福岡の牛タンの、福岡のってのはないのかな、あんまり。でも普通に言うと利休とかそこら辺でね。タンヤって知ってる？あれってさ、普通に有名なのかな。なんかマジさ、壁写撮影やるからさ、もうね、めっちゃね、もう顔を痩せたい。タンヤ、タンヤって有名なんだ。なんかさ、わかんなくて、どこが有名なのか。こんにちは。神奈川県藤沢市に行きつけの肉厚。え、肉厚いよね、めっちゃ。めっちゃ分厚いやつ食べてみたい。なんかこの前インスタで見たのが、なんか牛タンハンバーグとかあるらしくて、そう、めっちゃ行ってみたいってそう思ってる。めっちゃ行ってみたすぎる。普通にめっちゃ美味しそう。え、ね、初期の巨人してみる。なんかさ、恥ずかしかったな。恥ずかしかったな。懐かしいね、あれは。ね、久しぶりみたいな。2年でさ、あんな成長するもんなんだって。みんななんかさ、みんな雰囲気がさ、大人になったなって、2年だけでね。え、まだ季節のことはもちろん、どん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 成長していくんだろうね。ねえ、成長だよね。なんか普通にすごいよね、こんなに大きくなったんだ私たちも、みたいな。でもまあ初期の映像でこれからも引っ張られることが多いと思うから。そう、3年目なんでね、6期生は。やばいよね、もう一番下じゃなくなっちゃって、一番下じゃないって自分たちも先輩になって、ね、大人になっていくんですね、こうやって。なんか10周年の場にいたいわ私、6期生10周年。なんかさ、ね、2期生さんがやっていたみたいな感じでさ、集まってさ、みんなで同窓会とかさ、できたらさ、楽しいよねって。ね、入った時なんて中2だったの私。オーディション受けた時なんて中1なのにね、びっくりや。
ね、ロケ10周年って結構やばいよね。あと7年8年。やばいやばい。やば、血がついた。血です、これ私の。チークとして塗ってみます。でも8年後とかね、どうしようか分かんないからね。チーク、ただ単にリップがなんかついちゃっただけです。ご心配なさらず。何してるんだろうね、8年後とか。8年後ってことは私もう24歳かな。でも入った時が23歳、あ、入った時が13歳だから、そう、ギリ13歳。ではまあ24歳の代ってことか。ん ?10 周年とか 23? ねえ、24の代か。やばいね、24の代。ご飯炊けた。炊けた、今。ねえ、やばそう。私何してんだろうね、8年後とか。そう、なんか最近カラコン買いたくて、今思った。なんかカラコン買いたくて、なんかこのカラコン、なんか白目が大きいから、私もうちょっと黒目大きくしたいなと思ってカラコンつけたいんだけど、なんかそう、何がいいのか分かんなくて。なんか別に色はナチュラルで、目の大きさだけでかくしたい、黒目だけ。そう、何がいいか分かんないから。コンタクトつけたことないしね。別に目も悪くないからコンタクトつけようというあれがなくて。カラコンつけたら人生変わりそう。でもなんかカラコンつけたらもう外したとき、なんか外してあの外してなんか外してショールームするのが嫌になるみたいな。もうカラコンしてメイクし、あ、ショールームしたいみたいな。そう、目だってコンタクトしてないからさ、目悪くないし。なんかみんなは目が悪いからコンタクトで、しかもコンタクト必要だからカラコンをコンタクトとしてみたいな。ピンクのカラコンとか似合いそうですか。本当にピンク、え、生誕の時に向けてピン、あのピンクじゃない、カラコン買ってみようかな。なんかモナカの新色かわいい。ほんと、なんか何がいいか分かんないんだよね。めっちゃナチュラルがいい。生誕で初めてしてみようかな。でも入れれるか分かんないんだよね、コンタクト。そう、まあ、色は別このままで、なんかまあ最初だから色はこのままで、色このままで、なんか目ん玉だけ大きくなるような
やつがいいなって思います。そう、なんかあんましすぎてもさ絶対なんかカゴメの大きさだけちょっと白目がね、私はトゥバーズのカラコン使っていますが、それも気になる。なんかめっちゃ気になるやつ、なんかめっちゃ可愛いから全部。そう、6期生とか結構さカラコンつけてるの見ていいなって思って、そういいなって思って、ね、可愛いのたくさんあるからカラコン。もうね、結構ほぼ全員使ってるから6期生。でもこのカラコン入れ出してさ視力悪くなるとかある？もしかしてそんなことない？そんなことないかな。もう何時だ？なんかさ、あ、やばい、もうそろ終わろうかな、どうしよう。あと10分ぐらいならできるけど。写真も撮らないといけないんだよね。明日普通にさ、目撃者じゃん。終わってもいいっすかね。変な気がしてれば。ちょっと終わります。名前書きます。パワーくださった方ね。お名前書きます。なんかさ、 AKB の19期研究生の子たち、子になんか私が好きな子がいて、そう、なんかめっちゃ好きな子タイプの子がいて、そう、その子がその自己紹介の時にお魚さばけますみたいなこと言ってて、なんかお魚さばけますみたいな、そう、住居機の中で好きな子がいて、そのお魚さばけますみたいなこと言ってたから、なんかそういう喋り方をねしたくなる、なんか思い出す。したらこの子、この言ってたなって。チャーハンさばけます。明日公園行きますって、やった。みんなで行きましょうか。みんなで、セーターマジ着てね、みんな。立ち見までパンパンでお願いします。お友達連れてきてください、ぜひ。じゃあランキングを読みます。13位、和久田さんありがとうございます。12位、スティックさんありがとうございます。11位、ムルンクラゲさんありがとうございます。10位、ウッチーさんありがとうございます。9位、ポンちゃんさんありがとうございます。8位、ホクピグさんありがとうございます。7位、ハンバーグ大好き野郎さんありがとうございます。6位、大二さんありがとうございます。5位、ただの魚さんありがとうございます。4位、ちゃんとくさんありがとうございます。3位、葵ちゃんさんありがとうございます。そして2位、のぎびんさんありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。で、そして1位、 HKT 饒舌おじさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。今日もね、10時までできちゃうな。明日とかさ、めっちゃ頑張ればさ、公園終わって家帰ってからもできるしね。いいことです。でも22時配信はもうめったにしないかも。寝るのが遅くなっちゃう。ありがとうございました。じゃあねー、さよなら。